クラウディオ・リベルジャーニは、イタリア共和国出身の元プロ野球選手。右ト左打。だ。1991年、セリエ A のノバーラベースボールで、プロデビュー。1996年、アトランタオリンピックのイタリア代表に初選出された。1997年、シアトルマリナーズと契約し、3回 A 級のウィスコンシン・ティンバーラトラーズでプレー。 1998年限りで退団。1999年、イタリアに帰国し、セリエ A のセメンザーとリミニに入団。2000年、シドニーオリンピックのイタリア代表に全大会に引き続きで選出された。2002年、フォルティチュード・ボローニャに移籍。2004年、アテネオリンピックのイタリア代表に3大会連続で選出された。2006年、 2006ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。2009年5月、イタリアンベースボールリーグで史上7人目となる通算1000本安打を達成した。12月、イタリアオリンピック委員会からドーピング違反により2年間の出場停止処分を受けた。2012年にボローニャに復帰し、2014年には通算1000試合出場を達成した。 40歳を過ぎてもプレーを続けたが、2016年シーズン、限りで現役を引退した。ありがとうございます。